どうも、キスケです。本日はですね、見つけちゃいましたか、今の PVP の答え。今皆さんね、 PVP の中で特に強いキャラクター2体あげろって言われたら何をあげます？スーパー17号とウルトラご飯とちゃいます？ですよね。その2体が、まあ特に今 PVP で強いと思ってる方多いんじゃないですか。そして悟空ベジータをご覧ください。ブルーと反転ブルーです。くー、なるほどね、運営さん、ここだと。そういうことですよね。スーパー17号に対しては悟空3、ウルトラご飯に対してはベジータ。そういうことですよね。つまりは、なるほどね。まあこいつが実装された当初とか、ユニフラが実装されたとしても全然環境に上ってこなかったんですよ。もう恥。レジェンズリミテッドのおめえそれを塗りたくられてるキャラクターではあるんですけど、今かと。ああ、そういうことか。なるほどね。これを予期してたんですね、運営は。はい。ということで、使っていくパーティーは、孫一族パーティー。まあ、しかも全開アビリティ2つ乗っけて、しっかりと専用ユニフラを強化しております。はい。ということで、やっていきましょうか。よければ、チャンネル登録と高評価、お願いします。それでは、PVP、回っていきましょう。さあ、マッチングしましたということで、対戦やっていきましょう。いや、いいじゃない。初戦にしては完璧な相手じゃないこれ。だって、レッドとグリーンっすよ。どういう敵のために持ってきたかって言ったら、もうそれはもう相手のパーティーですよ。マジか。うってつけやぞ。対戦お願いします。頑張っちゃおうかな。入らないね。いやーごめん。バニシングをご存知でない、もしかして。あちゃ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 お、はい、いいよ。いやーいいダメージだ。めちゃくちゃいい。悪くない。まあいつでもベジータに変えれるようにしておこうかな。若干ラグいね。おいしいこれ。おー、意外と軽く出る。悪くない。はい。かかと落とし。これでベジータに変えよう。お前のために連れてきたんだよ。よし。うっす。カバジ、やれ。うっす。いいね。いや、これ超絶カメハメハいけんじゃね？はい。マジで。おいおいおい、大丈夫？よかった。若干ラグいわ、やっぱ。どうでもええけど。いや、どうでもよくねえな。よくねえよ。何やってんだこら。はい、オッケー。タックルやと思ってくれへん。ダメみたいですね。変身はしない。了解了解かい。万歳。変身しとけばよかったね。変身しとけばよかったね。かわいそうにね。OK。まだまだ行くよ。いいね。行くか。はい。さっさと撃っちゃおう。一応やるか。有利属性やからね。悪くないと思うんだよな。そこでキャラチェンしちゃうとまずいんじゃないか。おい、有利属性超絶カメハメハさすがに痛いだろ。いくらゴミだからといって悟空ベジータか、さすがにだろ。はい、許して。タイムリミットだ。消し飛べご飯。なんで有利属性で受けようと思ったんだ。俺は嬉しいけど。うりゃ、家族もろとも一目。おいおつえつえ、バチクソやん。バチクソめちゃめちゃ強いやん言うて。
いや満足や、もう1試合目で満足しちゃった正直。だる、オッケー、しメインアビリティ使っていく、パンチ、いやーやめてー、よかったー、なんとかなり申した。はい、ダーン、さあ川杯だよ。それはさあ、もうありがとう。ああ間違った間違えちゃった間違えちゃったああ別に読まんくてよかったのに、ここどうでもよかったのに。ラスト、はい、あざした、大したことないな、はい、マッチングしましたということ。なんだこれなんぞ、マジか、箸休憩するか箸休めです。はい、楽しみましょう。いやー、この相手のパーティー何狙ってくるんでしょうかね、全く予想がつきませんね。対戦やっていきます相手はどういう意図を持ってこのパーティーを組んできたんだ、全く意図が読めない。暗い、お前まさか所持圧に必殺圧を増やしてカウンター必殺をベラボーに持ち込もうっていう、そういう算段か、もしかしてそういうことなのか。残念でした残念でした。また来週ごめんな、お前の意図してるところはわかるよ俺だって、けどさ、そうやすやすとさせねえよ、させねえな。はい、死ぬでええんか、来へんか、危なオッケー、いや必殺でよかったのか、あーおめえ背はねえだろこれさあマッチングしましたということで対戦やっていきましょう、お願いします。お互いゴッドは2回、どっちが強えか蹴りつけようやないか。なかなかいい凸やね、うわー変身ビースト貫凸やん、やば、やっぱ怖いよね、どんなキャラクターでも貫凸は怖いよね。ナイス、オッケー、危ない、うわー出た今何かしたか、お前もうちょいさ、なんかかわいそうだと思わない、マジな話、オッケー、かわいそうだと思わないか、普通に考えて両親が痛まないのか、俺の意図してるところわかるだろ、悟空ベジータ連れてきた理由が、おめえら人間じゃねえ、マジ瞬殺なんやけど射撃2枚で死んだそんなことあるかね、あるんです。はい、あれれれれれ、オッケー、予約圧でとりあえず射撃圧を消化しといてって感じか。いやーでもあの悟空ベジータの死を無駄にしたくない俺は、うん、わかります、無駄にしたくないんです私は、あいつの分まで俺は頑張りたいと思ってる。おお、そのなめたプレイが自分の首締めるで、あーキャラチェンしひんのか、マジか、キャラチェン読みやったんやけどね、もしかして消し飛ぶ、
許してくれる？あー、オッケー。あー、よかった。ナイス必殺。パイがいいね。麻雀うまそう。ルール知らんけど。俺結構この言葉使うけどさ、お、運がいいね、麻雀うまそうみたいなこと言うけど、麻雀知らないです、ちなみにやけど。はい、ルールとか全く分かんないです、ごめんね。なんか知った風なこと聞いて。はい、打撃圧消化しとこう。いいね、範囲特殊は使えないね。いや、これこうでしょ。うん、間違いなく身勝手を落としていく。なるほど、了解。まあ確かにご飯2枚残ってる方が嫌やったかな。はい、うわー、よくないっすね。結果オーライか。はい、特殊入れ。お、入った、勝っちゃった。